続いて最後の講演になります。九州工業大学の石田さんに来ていただきますけれども、石田さんもローカップのチームに参加されて、でその話をしていただきます。そのチームの名前、メンバーの名前を全員ちょっと読み上げさせていただきます。石田さん登壇者で、堀三成さん、田中雄一郎さん、吉本優馬さん、橋本康平さん、岩本豪樹さん、新谷義也さん、小野智弘さん、阿部雄志さん、本田健太郎さん、森江隆さん、田向はかるさんの以上12名のチームを代表して石田さんに発表を講演いただきます。はい、お待たせしました。初めて大丈夫でしょうか。本日は私、石田が、我々のチーム響きの武蔵アットホームについてご紹介させていただきます。このチームはサービスロボットの開発研究と、ロボカップに参加しているチームなので、それを紹介させていただきます。まず、今日紹介するロボットなんですけれども、2台ございます。でこれどちらもロボカップアットホームという大会に参戦するサービスロボットとなっております。そしてこの左側に示すのが休校台でハードウェアソフトウェアともに独自で開発しております名前がエクシアというロボットになります。でこちらのロボットは2018年ロボカップの日本大会で優勝したロボットとなっております。そして右に示しますのが HSR というロボットになります。こちらはハードウェアをトヨタ自動車様から提供いただきまして、中のソフトウェアを休校台が開発するといった形になっております。でこちらのロボットはロボカップの2017年18年世界大会を2連覇しております。でまずは最初に動画でこのロボットがどういうことができるかっていうのを紹介させていただきたいと思います。今回はロボカップの競技の中であるレストランで働くロボットを例にして紹介させていただきます。いきなりなんですけど、こちらの人がお客さんで、この白いのが、ロボットとなっております。で、このお客さんが音声を使って普通の人間の店員と同じように、ロボットに注文することができています。そして、ロボットは、スラムという技術を使いまして、お客さんと、キッチンの間を自由に行き来することができます。で、ここでは今からお客さんがコーラ、カレー、ポテトを注文したので、それを、回収してお客さんに届けるということを開始します。で、こんな感じで人間と協調作業ができるようになっておりまして、人間に注文を伝えて何を用意してほしいかっていうのを伝えることができます。そして今この中からコーラを探そうとしているんですけれども、ちょっと今回残念ながらコーラが認識はできてません。で、自分が失敗したことをですね、人間に伝えて、次に人間にとってほしい動作っていうのをロボットがちゃんと説明しています。で、今回だとあちらのプレートを用意してくれってロボットが、言いました。で、この後も引き続きロボットは自分の頭部にモニターを持っているんですけれども、その映像などを活用しながら人間と共同作業を行っていきます。で、この注文された商品ですね、お客さんに届けることを頑張っています。で、こんな感じでまだまだ未完成のところもあって商品を乱暴に扱ってしまうんですけれども、今お客さんのところに走り出しています。で、今ですね、人が横切ったと思うんですけれども、このロボカップアットホームではすごく現実的な環境でロボットを動かすことを目指されてまして、さっきのお客さんはレストランの中で、自由気ままに歩いているお客さんを想定してて、それを安全に避けることが、できるっていう機能になります。で、お客さんが横切ってしまったせいでロボットは自分の位置を見失って、今うろうろしているんですけれども、頑張ってお客さんのところまで物を届けようとしています。で、こうやって悩んでいるうちに親切な人間がちゃんとロボットに落としたものを渡してくれます。で、迷ったんですけれども、最終的に我々のロボット、ちゃんとお客さんのところまで品物を届けることができました。
はい、まずはじゃあ、動画で、ご紹介いたしました。ここからそれでは、チームの、紹介をさせていただきたいと思います。我々、響きの武蔵アットホームというちょっと、長いんですけれども、こういったチーム名で頑張っております。で、このチームなんですけれども、家庭用のサービスロボットの開発を行う学生のプロジェクトになっております。で、現在メンバーは大学生から大学院生まで含め、27名で活動をしております。で、メンバー全員九州工業大学の、所属でございまして、まあ、ロボカップに参加ですとか、個々の研究成果をロボットに載せること、あとはロボットの教育教材を作ることなどを目標に現在活動しております。では、ここから、ロボカップアットホームについてご紹介させていただきます。先ほどのご発表もあのロボカップの、発表だったと思うんですけれども、こちら、ロボカップの2018モントリオール、今年の世界大会になりまして、この概要をちょっとご説明させていただきます。でロボカップは現在あの世界最大のロボットの競技会でございまして、35カ国から、競技者のみで4000人集まっております。そしてすごいのがあのロボットの数なんですけれども、5000台ものロボットが集まって競技をしているという大会になります。で、その中で、ロボカップのアットホーム部門というのがございます。こちらは家庭用サービスロボットの、コンペティションとしては世界最大規模で、今年は31チーム参加しております。そしてこのロボカップアットホームが目指しているのは、あの実用的なホームサービスロボットの実現というのを目指しております。で、このロボカップの中では、9つのシチュエーションに応じた、テスト、我々タスクって呼んでるんですけれども、それを解決することを、目的に、しております。そして、このロボカップなんですけれども、タスクの難易度が、毎年上がります。そしてそのタスクの難易度っていうのは最新の研究トピックを入れたものになりまして、まあロボカップのこの課せられたルールを、クリアするというのは大変難しいものとなっております。そして、最終的なスコアというのはそのタスクシチュエーションがどれだけ達成できたかという点数で勝敗がつけられます。例えば、人の言うことを聞けたら5点、人に物を持っていけたら10点というような形になります。で、ロボカップにはプラットフォーム、現在大きく3つあります。1つ目がオープンプラットフォームリーグでございまして、こちらのロボット、一番左側に示すロボットなんですけれども、各チームが独自で開発して、参加するものとなっております。そして、まあ、人間を傷つけたり、家庭の中で動けないようなロボット以外は制約がなくて、自由にロボットを作ることができます。そして、2つ目が、DSPL、ドメスティックスタンダードプラットフォームリーグになります。こちらのリーグではトヨタの HSR というロボットを用いまして競技を行います。そしてこのリーグではオープンプラットフォームリーグと全く同じタスクを行います。そして3つ目が SSPL ソーシャルリーグがありまして、こちらはソフトバンクのペッパーでヒューマンロボットインタラクションを重視したようなリーグというのがございます。で、我々はこの2つですね、 OPL と DSPL というのに今参加しています。で、ロボカップのアットホームで重視される点、難しさなんですけれども、まず重視される点といたしまして、人間とナチュラルなインターフェースでやり取りを行う、例えば画像処理でジェスチャーであったり、音声認識であったりといったヒューマンロボットインタラクションというのが非常に重視されております。そして家庭内でサービスを行いますので、家庭の雑貨や環境を認識できるコンピュータービジョンの力というのも非常に要求されます。そして、オブジェクトですね、家庭内で家事をするためにその認識した環境から、物体を操作するということも要求されます。そしてあとは安全に人にぶつからずに、自由に移動できるマッピングとナビゲーションの技術というのが重要になります。そしてこの大会で、一番難しいなと我々が考えているのは、ロバスト性が非常に要求されることとなっております。まず、1点目に挙げますのが、タスクに用いられる環境というのは標準化されておりません。これすなわち、どういうことかと言いますと、例えば、ロボカップは世界中に、転戦しているのですが、ロボカップのこのアットホームで用意される競技フィールドというのはその世界各国の、家庭の様式に合ったようなフィールドが用意されます。日本だったらちょっと狭めのフィールドだったり、海外だったら、海外風のフィールドっていうのが用意されます。そして、出てくる審査員ですね、ロボットのオペレーターに当たる人なんですけれども、こちらももちろん英語の訛りがあったり、します。そしてまた、
各タスクっていうのは1回から3回程度しかチャレンジすることができません。ですので、非常に、正確に、何回にも動くロボットっていうのが、要求されます。で、現在のロボカップの DSPL、HSR の部門の参加チームについてご紹介させていただきます。この出場チームっていうのは論文、ウェブページ、動画で事前に審査されておりまして、今年出たのはこちらの9チームとなっております。内訳といたしましてはオックスフォードですとか東大などの名門校が多数参戦しているリーグとなっております。それではここから我々が開発しているこのホームサービスロボットの要素技術について紹介させていただきたいと思います。まずこちらが HSR とエクシアそれぞれ共通した機能がございまして、その主要な機能となっております。ロボカップでは人間の環境で人間と一緒に共同作業をするためにロボットには人間の感覚や運動機能に近いものが付けられています。例えばまず感覚といたしましては耳に当たるマイク、目に当たるカメラで、まあロボットの第二の目に当たる LRF といったようなセンサーが備え付けられています。そして作業をするために移動台車とロボットアームがロボットには取り付けられております。そしてこれらのセンサーやアクチュエーターを使うソフトウェアなんですけれども、右に示すような感じで主に音声、画像、あと声受系となっております。で、音声の中ではまず人間が喋った言葉っていうのを文字起こしできるような音声認識の能力が要求されます。そして、それは、その喋った言語っていうのは人間が、まあ好き気ままに喋る言語なのでその意図を理解する言語理解の実装が必要です。そして画像処理では日常生活の雑貨を検出できるような物体の検出認識ですとか人間とやり取りするための人間の、認識っていう機能が必要になります。そしてロボットアームでは、日常生活の狭い環境の中でちゃんと物体を使うために例えば AR マーカーを用いたビジュアルフィードバックなどといった機能が入っております。そして移動台車にはスラムの機能が入っております。で、ここから我々が使っている技術をちょっと細かくご説明させていただきます。まず音声インタラクションの部分なんですけれども音声認識に関しては我々、データが豊富にございまして、最適にチューニングされているウェブの、クラウドサービスを、主に最近は使っております。で、ここに書いてある、ウェブスピーチ API というので、Google Chrome の音声認識に接続して最近では、音声認識をしています。で、我々のチームでは日本語、英語に対応した音声認識あとは、言語理解というのを開発しています。その他にも人間とやり取りする上で重要なのが一体誰が喋ってるのかっていうのを認識する必要があります。そこで我々、把握というライブラリを使いまして、話者の位置を他のノイズと引き分けて、ロボットのどの位置に、話者がいるのかっていうのを検出できるようにしてます。で、この音声認識などが、結構ロバストでしてロボカップの2017ではおよそ 40% の得点をこの音声のインタラクションっていうところから獲得してます。でこれらのソースコードは GitHub に公開されているのでよかったらご覧ください。で、次は画像処理について解説させていただきます。でここでは、物体ですね、雑貨の認識についてご紹介させていただきます。で、左側に示しますのは我々でチューニングいたしましてその競技会で出てくる雑貨に対して、かなり高い精度で認識できる機構となっています。で、左側の機構ではまず平面から物体っていうのを切り出しましてその物体の画像をディープラーニングにかけて認識しております。で、自分たちで会場に行ってデータセットを作ってトレーニングして精度が 99% と非常に認識率が高いネットワークっていうのが今作れてます。しかしながらこれ一枚一枚の物体を認識しなければいけないので環境の認識に非常に時間がかかってしまいます。そこで我々後ろでさらにヨロっていう新画像の分析ができるタイプのディープラーニングも一緒に動かしてます。
まあ、これで、大まかにですね、雑貨のカテゴリーっていうのを分けながら、使ってます。で、まあ、これらの、ディープラーニングっていうのは組み込み GPU であったり GPU に、実装をしています。そしてこれは多分大会ならではだと思うんですけれども、我々ディープラーニング用のデータセットを半自動で生成するような機能を作っております。で、まあ、我々生活雑貨の新画像のデータセットって呼んでるんですけれども、まあ、今動画で右側で流れてるようななんか棚とかに物体がいっぱい置かれた画像のデータっていうのを生成しています。で、ディープラーニングの学習で使いたいので、とにかくビッグにしたいので、今は14万枚ぐらい生成することにしてます。で、これをまあ人手でやるととてもじゃないけど1週間1ヶ月ぐらいの仕事になって、大会では使えません。ですので我々半自動で生成できる仕組みを作っておりまして、まず左側の絵にありますように物体をクロマキーの前でぐるぐる回転させてあげます。で、真ん中の感じで、物体の画像だけを切り抜いて、あらかじめ、学校で撮影しておいた背景棚に物体をどんどん合成していきます。で、これで、さっき言ったように、まあ、1週間1ヶ月ぐらいかかる仕事を大会に行った時におよそ4時間で最適にチューニングすることが、できるようになってます。で、結果として下に示すように、まあ、雑貨を、すぐに、ロボットが認識できるようになっております。で、他にも変わり種のテクノロジーといたしまして、ロスロボットペーティングシステムと FPGA というのを組み合わせるようなことをしております。こちらは昨年のロスコンで発表させていただきました。それではまたここから要素技術を説明したので、さらにロボットの動作について最後動画でご説明させていただきます。こちらはですね、今ロボットが、机の上にある物体、まあ人が買い物に行ってそのままバサバサっと積んだという想定ですね。これを片付けているところです。で、まあ、先ほどの画像認識の技術を使って今ロボットはジュースを掴んでちゃんと棚の所定の位置に入れています。で、まあ、最初にあったように扉とかも猫みたいに手を使いながら開けることができます。で、ここはちょっとパッと見よくわかんないんですけれども、さっき人間が喋った命令っていうのをこの大会では、すごいパターン用意されてます。で、それを言語理解して正しくロボットが動くかっていうことを今、競ってます。で、まあ、うちのチームはシンクから難しい位置から物体を取ってちゃんと、指令通り玄関の一目で届けることができています。で、この次なんですけれども、まあ、今年から始まった取り組みで、これですね、 P&G がスポンサーになっているリーグでして、こういった、机の上の皿ですね、食べ終わった後のシチュエーションなんですけども、こういった皿を食洗機に入れることも今年、チャレンジしました。まあ、ここではこの非常に小さくてつかみにくい、フォークですねっていうのを取ることに、これを破事することにチャレンジしまして、まあ、見事我々、無事破事をして食洗機まで持っていくことができました。はい、で、まあ、こういった活動で、最近得られている結果といたしまして、ロボカップ2017年で、HSR を使った DSPL リーグで優勝、そして、ロボカップのモントリオール、今年ございましたカナダでの世界大会で優勝と、先ほどの P&G がスポンサーでついた、タスクにて、世界で、最も点数を取ったことがアワードとして認められました。では最後になりますが、ちょっとだけ告知があるんで、させていただきます。まず、日本でもロボットの国際的な協議会が、開催されます。で、ワールドロボットサミットという名前なんですけれども、2018年、プレ大会、これはもう申し込みとかも締め切られてチームもルールも、決まりつつあって、もうそろそろ次の10月に開催される大会です。そして2020年オリンピックに合わせて本大会というのが開催されます。で、この WRS には4つのカテゴリーがあって、サービス部門では先ほど出しました HSR というのを使った競技がされています。で、まあ、2020年の本大会のエントリーとかまだ全く始まってないんで、もし興味があったら参戦の方を、検討ください。あとは、ロスの本が出版されます。
森北出版から、10月中に発売予定で、私も、著者でほんの少しなんですけれども、書かせていただいたんで、今日発表した内容も少し掲載されておりますので、よかったら、ご覧ください。以上になります。どうもありがとうございます。会場から質問を受け付けたいと思います。いかがでしょうか。ご講演ありがとうございました。27名のチームでやられてるというか、それで2つの、なんですか、サブリーグに出られてるんですけれども、そう結構似てると思うんですけど、2つに分かれて出てるのはなぜかということ と、チームを どういうふうに分けて、もう完全にな、なんでしたっけ、 OBL と BSBL に分かれてるのか、かなりこういろいろ共有しながらやっているのか、そのチーム構成とか、なんていうんですか、その戦略っていうようなことを教えてください。はい、ありがとうございます。まずですね、なぜ2チーム出てるかということなんですけれども、ロボカップではこのオープン、違います、DSPL、HSR を使った方のリーグっていうのは、機体に改造っていうのができないです。はい、そういうルールになっております。で、我々は、さっき少しだけ出てきた FPGA とか、チップっていうのを、自分たちで作っておりまして、それをどうしてもロボットに積みたいので、まあ、OPL の方でもまだ頑張っているという感じです。そして、まあ、あのチームの体制といたしましては、27名、まあ、ソースコードを共有しながら、やっております。なので、まあ、日本大会ではこの OPL と DSPL に出るんですけれども、最後世界大会では、全員 DSPL に集まり直して出ているという形になっております。かなりそのソースコードは共通なんですか。そうですね、実はこれ結構使ってるセンサーとかが、似ているので、 HSR とこのオリジナルのロボット、まあ、それが幸いしてほとんどのソースコード制御系以外は、認知の値とかは共通化できております。ありがとうございます。他いかがでしょうか。司会職いいですか。27名結構大所帯だと思うんです。で、あの一つ前の川瀬さんの話では、分散して集まりにくかったっていうのもあると思うんですけど、その同じ大学の中でやるとしても結構進めていくのに、意思共有とかその情報共有なんかっていうのは結構難しい話なのかなと思ってたんですけれども、特にそのOPL の方、ハードウェアも開発する側だと、ソフトウェアの共有みたいにそう簡単にいかないところもあったかと思うんですけど、その辺なんか苦労したことはありますか。意外とうちのチームの場合、一番最初に、もちろんあの当たり前なんですけど、工数表を立てるんですね。で、その段階で、ある程度みんなが作るものっていうのを意思統合しているので、途中でその何て言うんでしょう、意見が割れるような衝突っていうのは少ないです。ただ、まあ実現できなくてデスマッチになることは多いです。その開発が例えば多分並行して分業でやっていく中で、多分どっかが止まってしまったりするような時に、そのバックアップメンバーというか、進んでいるところがうまくサポートするのか、そういう体制はできている方なんですか。そうですね、我々あのロボット その最後のシステムインテグレーションというところが非常に大事だと思っておりまして、その大会の個々の要素技術を作った後に2ヶ月間ぐらいはシステムインテグレーションする時間を設けているので、そこで吸収していることが、よくあります。はい、ありがとうございます。他会場からいかがでしょうか。見にくいですか。あの優勝されたポイントというか理由はどういうふうに考えられていますか。技術的な面もあると思うし、今ちょっともうそう言われたと思うんですけど、プロジェクト管理を結構しっかりされてるなっていうことを感じたんですけども、はい、なんか考えられてる これが理由だよっていうことですね。そうですね、
まずは、まあ、個々の研究っていうのは、尊重するんですけれども、このロボカップの場合、ある程度はこのロボカップのルールに即した感じでその個々の技術をチューニングしてるっていうのはあります、はい、ルールでこうなってるからじゃあこうした方がより早く判断できるとか、まあ、そういった風に、かなりロボカップのルールに寄せてる面は一つあります。そして、さっき言ったようにテストが1つのタスクにつき1回か3回しかできないんで、まあ、そこでロボットをいかに動かすかってことなので、まあ、チームメンバーを、会場では、役割分担してまして、まあ、主にプログラムをしている人とかロボット周りの、充電とかの世話をしている人、あとは運営と、ルールについて交渉するようなチームリーダーの役っていうのをきっちり決めてから出発してやっています。技術的な面ではどうですか？技術的な面で、まあ、これがあったから勝てた、はい、みたいなのあるんですか？あ、そうですね、今年ですねは特に多分、先ほど紹介したこの自動合成っていうのはすごく効果的で、はい、やっぱりこれを、物体の認識っていうのを会場でいかに早く学習できるか、まあ、すなわちロボットがいかに会場で早く目ができるかっていうことなんですけれども、ここをまあすごく力を入れて取り組んだことが今年の勝因かと思います。ありがとうございます。他会場から質問ございますか？最後の質問になるかどうか、いかがでしょうか？もう一個だけ聞いてもいいですか？はい、平瀬さん、田中先生の Facebook の等とか、あとチームのやつなどを見せてもらって、いろいろチーム内で そのトレーニングとか勉強会なんか結構頻繁にされているじゃないですか、はい、で、まあ、さっきチームの中で、まあ、ドクターはもちろんマスターも学生も入ってくる、はい、あ、学生は入ってマスター学生ちょっといます、ね、少しいましたよね、はい、で、まあ、そのロボカップのテーマ自体が毎年最先端の研究成果が出るというのがそのタスクになって含まれていく中で、はいはい、ドクターとか研究者の中でもキャッチアップしていくのが難しいと思うんです、はい、なレベルとしてレベルとして高いところで、その B4 とかマスターの学生をすぐにその即戦力にしていくために何かこう意識していることとかってありますか？最近意識していることは、最近とかもう 3,4 年前ぐらいからなんですけれども、ロスをちょうど導入した頃からなんですけれど もう自分たちの専門分野で あまり深く立ち入れないとか思い切って割り切って全部オープンソースにしちゃうっていうことは最近よくやってます。そのおかげで、まあ、自分たちの専門の先ほど言ったようなチップですとか、こういったディープラーニング認識っていうあたりに注力できて総合的な性能が伸びてるんじゃないかなっていうのは感じております。さっきの音声認識なんかのところもオープンソースとか他のサービスで使えるところは もちろん開発したい、つまり改良したい要素がたくさんあると思うんですけれども、そこはある程度割り切って自分たちの強みをどんどん生かしていこうというコース。そうですね、我々大学院キャンパスっていうのも幸いしてて、学生の入れ替わりがこう1年で起きるんですね。で、まあそれを生かして専門者がいないときはオープンサービスで、専門的な研究の学生がついてきてくれたときはそこのアルゴリズムの不満なところを伸ばすというような形を使いながら、まあ、進化していってます。はい、どうもありがとうございます。よろしいでしょうか？それでは終わります。どうもありがとうございました。